地球のエネルギー収支を簡略化した図地球に入ってくるすべてのエネルギーと地球から出ていくすべてのエネルギーは地球のエネルギー収支という一つの物理的なシステムと考えることができる。地球が得るエネルギーの合計と放出するエネルギーの合計は等しく均衡が保たれている。地球の大気に入るエネルギーの総量はおよそ174ペタワットである。その詳細は 以下の通りである。太陽活動と太陽定数の変化ワットは1秒間に使われるエネルギーを表すので地球の大気全体が1秒間に得るエネルギーの量が174ペタジュールということになる。これは、クラカタウ火山の噴火で放出されたと推定されるエネルギーの量に並ぶ大きさである。地球のエネルギー収支の詳細な図、イアスプソによる。 PDU ズゴーブ本文と図の違い、中1、大気と地球表面から反射されるエネルギーは一つにまとめて扱っている。中2、大気と雲に吸収されるエネルギーは一つにまとめて扱っている。中3、図では大気や地表がもともと持っているエネルギーを考慮しているため、再放射以降のエネルギーの移動量が本文より多くなっている。 地球全体のアルベドの平均はおよそ0.3である。つまり、地球に注がれた太陽エネルギーの3割が宇宙に向けて反射されるということで、残りの7割は地球に吸収される。ただ、吸収された7割すべてが、その後赤外線として、再び放射される。アルベド0.3というのは、季節による変動や地形、大気の状態などによる差を考慮した平均値である。 その詳細は以下の通りである。また本文と図の違いを中で示した。前述の失うエネルギーとは地球の大気が得たエネルギーが長い時間をかけて必ず宇宙へ放射されることを前提としており、失うエネルギーから除いた地熱や調積によるエネルギーもやがて宇宙へ放射されるため結局は終始は例となる。大気が得るエネルギーが 失うエネルギーを上回れば、エネルギーの内熱に変わる量も相対的に増えて、地表付近の気温や海面温度の上昇という形で現れることとなる。逆に、L エネルギーが失うエネルギーを下回れば、同様にエネルギーの内熱に変わる量が相対的に減り、温度が低下すると考えられる。このような収支バランスの崩れは、放射強制力という言葉で定義される。 ウルエネルギーが失うエネルギーを上回れば、正逆の場合は、負の放射強制力が働いていると表現される。長い地球の歴史で見れば、得るエネルギーの変化をもたらす原因としては、太陽活動の変化が最も大きい。過去には、太陽活動の大規模な変化があり、気候の変化をもたらしたことがあると考えられている。近年の地球温暖化の原因は、 人為的な要因によって放射強制力が変化し地球のエネルギー収支の均衡が崩れたのが大きな原因とされる。11年周期での太陽活動の変化は微小なものであり、その影響は人為的要因に比して数パーセント程度しかないとされる。失うエネルギーの変化をもたらすのはアルベドの変化が大きい。 氷はアルベドが大きいので、氷床面積が広くなると、その分反射するエネルギーが増えることになる。したがって、地球のエネルギー収支の均衡は不安定化を持つ。すなわち、ある程度以上平均気温が下がると氷床が拡大して失うエネルギーが増大して、さらに気温が下がり、下がった気温がさらなる氷床の拡大につながるという、正規管により、全地球が 氷床に覆われるまで気温が下がり続けるというのが全球凍結仮説の根拠である。逆にある程度以上平均気温が上がると氷床の減少を反射するエネルギーの減少を気温の上昇氷床の減少として気温上昇を加速度的に増幅すると考えられている。温室効果は温室効果ガスが熱に変わりやすい赤外線などの電磁波を吸収して 大気や地球表面が得たエネルギーをより長く環境中に止めるように働き、平行状態における大気や地球表面の平均温度が上昇することを指す。温室効果ガスが増加すると、一時的に放射の量が減少し、大気や地球表面の温度が上昇し、放射が再び増えることで安定する。石油や石炭、木材などの化石燃料の燃焼や陸地の土地利用、 海面の状態の変化などの人為的原因もエネルギー収支の総量に影響する。IPCC の調査によれば2000年のエネルギー収支の総量は1750年に比べて約 2.4WM マイナスに増加したとされる。人為的な影響の中では特に二酸化炭素やメタンなどの影響が大きいとされている。ありがとうございます。